皆さんこんにちは、淡井圭介です。本日2024年4月29日、17時52分、佳子さまや皇室の方たちや国会議員の、内閣の方たちへのメッセージなんですけども、まあ、ギリシャの方から招待状が来て佳子さまが行かれるということなんですけども、もしかして、そのニュースも以前のものでした。海外留学した時に寄っていただとか、なんかアテネからの、アテネでしたっけ？何かこう、そういう風な話、以前も、まあ、眞子さまの時なのかな？もう、たくさん、様々なことがある。あるじゃないですか。だからまあちょっとこちらの方で情報がごちゃごちゃになっているのか、そのフェイクニュースマジだから、どうしても去年のものなのかなと思ったりだとか、そういうふうな気持ちになってしまうんですけども、まあ招待状が来ても断ったらいいと思いますよ。エネルギーの残存量問題の方が上ですから、世界中飛び回る人の数を少なく しなければならない。だから、そうたる内容もないのに、海外に行く必要はまず全くない。これなんですよ。本当に。だからそこを徹底して行ってもらわなかったら、皇室の人たちがそれをしてしまうと、まあ、もともとそういうふうな部分があったから、天皇陛下は、まず、海外へ訪問されるっていうことが、まずなかなかなかったんだと思います。だから、まあ一応天皇家の人たちや総理などが海外へ、まあどうしてもしょうがない、国連関係とかは絶対そうじゃないと無理だとは思いますけども、飛び回る人たちの数を減らさなきゃならないのに、上の方の人たちが飛び回ってたら下の人たちが飛び回る癖がついてしまうわけじゃないですか。たくさん、年収をもらってる人たちとかは、エネルギーの残存問題と真逆のことをしてしまっているので、招待状が来てもそこはエネルギーの残存量問題の方を優先しますと言って、お断りされるべきでしょうね。そんなにそこまで今の時代外交が必要だとは思えないです。大統領の方とお会いするということになってますけども、そのギリシャの大統領と、まあ、そこであって、まあ、オリンピックの話をするのか何なのか。もう別にそれ僕の動画翻訳してもらって、伝えたらいいじゃないですか。オリンピックのその勝ち負け、結局僕は担当で、安全面も僕は担当で、してたんですから。わざわざ行く必要ないんですよ。そんなことも早く河川水門開式ダム発電とか地下水流トンネル発電とか傾向問題とか僕と会ってそれを話しなきゃならないのに、してることは全部逆なんですよ。僕の主権を認めないで、してきたことを認めないで、功績を、政府が。そういうならお金の支払いとかもうすでに終わってるはずですから、助けてくれてね。もう今までのこと全部もう込みで言ってます。もうこれ言った方が多分話早いと思ってますから、僕。もうオリンピックなんかいらない。で、それを言えるんだったら言っていいと思いますよ。けどもう、それも言う必要、行く必要がない。もう、自分の母国にいながらその意思表示をしたらいいんですよ。以上です。皆さんご協力ご対応のほどよろしくお願いいたします。チャンネル登録と着信通知の設定と、着信通知の設定がわからない方は身の回りの方に聞いていただいたり、淡井さんの動画見た方がいいよと、そういうことを、進めていただけると助かります。僕ぐらいしかこういうことをはっきりと言える人間なかなかいないですよ。この世の中。結局会社のしがらみうんぬんとかで。そこには売り上げがあって、テレビ局とか、放送すれば視聴率が取れる、お金が入ってくる。それがあるからもう絶対こうなっちゃうんですよ。まあ、車の生産、極端にもう、ガソリン車の販売を完全に停止したらいいんですよ。まあ、自民党と公明党が、あれだけの議席の数があってできるのになぜしないんですかっていうことなんですよ。
言いましたよ。今年の最初の方ぐらいに。か、去年の終わりの方ぐらいに。なぜしないんですか、本当に。そんなこともう、ご老体の人たちが決定権持たれたらダメなんですよ。自分の生きてる間、石油とか輸入して入ってくるから。決定権を若い人に持たせてあげないと。で、僕みたいにいろんなことが分かってる人。本当に佳子さま行かせて大丈夫なんですか？逆なんじゃないですか？で、その、もしかしたら、その、学生時代の留学の時に、アテネによって、その、オリンピックの関係、他国も巻き込まれてるのか、巻き込まれていないのか。本当にもう、もう余計な外交、本当にしなくていいです、本当に。世界のルール、法律ですから、50億人の命の方が上です。皆さん、ご協力、ご対応のほど、よろしくお願いいたします。佳子さまも、ちゃんと僕の動画見といてくださいね。そうじゃなかったら、いろんな人にあれこれ言われたら、結局その方向で動いてしまうんでしょう。結局僕の家に、来るだけの、勇気とかないっていうことは。その辺勇気なんですよ。招待状を断ったりするのも。この内容も世界中の首脳の人たちに聞いていただきたいですね。一民間人の淡井圭介さんはここまで言ってるって。あの台風の数を、抑え込んできた人間。どういうふうな形で台風が発生していたかっていうことを明確化して、理路整然と述べて、昨年ちゃんと結果出しましたよ。今年も結果出てるでしょう。タイのルールは法律であって、世界の状況っていうのは国連で物事を見るべきであって、もう国連加盟国なんか196カ国ですよ。だからその国の首脳や、日本でいうと総理だとか、皇室の方たちとか、もう飛び回り始めたらもう大変なことになります。もうみんな飛び回り始めますから、世界中で。それだけで何万人という数が、何万人という人が飛び回ることになるんですから。もうやめって、もう分かったんだったら、もうその時点やめ。それのところは、決意表明とか、判断能力とか、その辺、はっきりしてるかどうかなんですよ。その辺は、はっきりしてください。以上です。